どうもこんにちは、ドタクシーの無常です。今回はですね、ダイヤタイド2020年バージョンをね、7年ぶりかなに来たんで見ていきましょう。まずはトレイラー。 There was a thing in the woods. But once a year, it left. 2012年、2013年とね、続けてダイヤタイドありましたね。2012年がゴールデンベビーローシャン、2013年がプラチナムベビーローシャンかな。実はシークレットショップの人ですね。サイドショップか。違うわ。今はもうベースやってんのかな。ショップ店員ですわ。2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。全然来なかった。ギブダイヤタイドがね、ミームになったからね。でみんな期待しては、ああ、今年も来なかったってね。まあ、ちょっとしたミニゲームは来てたんやけどね。みんなが待ってたのはこれなんです。ここにね、グリービルがいるんですよね、グリービル。グリービルグリードっていう、もうあまり面白くなかったイベントもあったんだよね。君いなかったよね、その時。バンゴ君も。デーモンエッジは確かマッドムーンの破片とかやったかな。こんなやつにさ、トリックアトレードとかやると困るよな。トリックアトレード言ったな、俺。ブルーシールアイスでおじさんに対してトリックアトリートって言ったら、小分けでアイスが2つついてきた。ダイヤタイド、ね。来たからみんなパーティーっていうことですね。割と伏線っていうか、ミームも回収してて、かなりいいトレーラーですね、これ。最高ですね。ダッシュボードいくと。まあ、細かいのはね、ちょっとブラウザ開かなきゃ見えないんで、最後に添付しておきます。ダイヤタイドはね、どうしよう。これ見るか。How to play。どうしたら見れる？まず、まあ、レーン戦で、タフィ、アメちゃんですね。なんかクッキーって言っちゃうんだけど、アメちゃんを集めます。そしてそのアメちゃんをベースにある、バケット。カバンに入れるんですよね。で、ローシャンがね、2分後ぐらいに襲ってくるんで、アメちゃんくれって言うんで、アメちゃんをあげると、敵チームの方にね、アメちゃんくれって言いに来ますね。いたずらっていうかもう殺されます。ひたすらの度合いが違う。これか。リワードか。あー、ブラウザ広くね。後でまた見せます。プレジャーか。ダイヤタイドをやると、まあ、ポイントがもらえるんですけど、その上が100ポイントになると、リワードがもらえるんですよね。そのリワードの中に、一つに、トレジャーがあるんですよね。このトレジャー。ダイヤタイドトレジャーがあります。でこれを開けると、まあ、ランダムなものが出てくるんですね。ティア1からティア5まであります。このね、多分ね、ちょっとどっかで見たことあると思うんで、ね、めちゃくちゃ多いからね、ちょっと待ってね。これが出るんですね。じゃあこれエンブレムか。エンブレムですね。こういうティア1ですね。ティア1はもう、今回トレードできます。そしてなんと箱もね、マーケットで売れます。だから箱出たらもう今すぐ売ればいいかな。例年通りだったら箱は多分下がる。で、この箱は昔と同じ仕様で、買わなきゃいけないです。ちょっと音楽流して。鍵をね、昔懐かしの鍵を買わないと開けられないんです。2.5 ドル。日本円で265円ですね。だから、何もなしで開けようとすると今800円かかりますね。で、それでティア1出ると、この128円っていう悲しい出来事が起こるんですね。まあ結構ね、いいんで、まあ開けないで買うのがいいかな。ティア1で欲しいのあったら。俺が買うとしたら、あー、これは欲しいな。これ欲しいな。ビーマスは、ああ、いいな、これも。これはいらない。これもいらない。あ、これはもういいですね、ハロウィンで。これは仮面舞踏会やね。魔女っ子やな。これは、スリザリーは嫌だ、スリザリーは嫌じゃない。あ、弓が猫ちゃんですね。チェシャ猫ですね。いいですね、これ。エニグマはまあいいやね。この辺はね、なんとなく気づいた人もいるんやと思うんやけど、コレクターズキャッシュ、TI
店のコレクターズキャッシュの、あのアルカナブ、アルカナブーズじゃないわ。あの、コレクターズキャッシュの選ぶやつあったやん。コミュニティチョイスみたいなのやったやん。それの漏れたやつがね、かなり入ってます。これええな。同系。パッツンやめてほしかったな。この目見えないのやめてほしい、中二だから。もう完全にね、仮装ですね。ドラキュラですね。ナイトストーカーさん、あなたもドラキュラですよね。オラクル。ティアワーもね、なかなか気合入ってるんですね。アラジン。武器いいね、これ。武器いいね。フェニックス。フェニックス包帯やね、これ。埋葬されてるフェニックスやね。埋葬されてないわ、全然。ティアワーの中ではこれかなりいいと思うよね。パッジは優遇されてる。630円とね、高めです。ルビック。ベストマスクですね。シャドウデーモン。魔法使いの嫁に出てくるあの主人公やね。これ、主人公じゃないな。魔法使いやね。帰る。これヨーロッパとかでね、捧げずぜ。捧げずつか。やってそうやね。あ、カエルがいる。ガマ親分。アンディ、ケアクローですね。バイパー。これね、めっちゃいい。ガメラですね。空飛ぶカメ。ビセイジ。ビセイジ君はね、もう、あ、剣持ってる。お前戦うんか、自分で。ウッチドクター。このカメええな。このカメええな。で、ティアーツ。これですね。これ欲しいです。これ、チョイスに入ってて、コレクターズキャッシュ来ると思ったんだけど、来なくて残念だったんだけど、ここに来てね。嬉しいけどね、買って1260円。高い。まあでも、2回上げて出なかった悲惨だからね。これは、まあ安定取る人は買うと。夢を見る人は箱を開けると。この辺、これもね、これもね、これも欲しい。これも最高だと思う。頭だけ欲しい。これ、よくこんなん実装したらって思うわ。この辺はね、あの、モデルが変わったり、カスタムエフェクト、アンビエントエフェクト、まあ他に、種類で変わってくるんだけど、まあその辺だね。見た目が変わりますね。でもアンビエントエフェクトって、もともとはその相当レアなもんじゃないとつかなかったの。特殊なエフェクトね。こういう剣の。こういう、特殊効果的な、こういう、光ってるところね。これが普通に入るようになってきましたね。昔は超レアだったんだけど、こいつのね、こういうエフェクトのことをアンビエントエフェクトって言います。ローディング画面もついてくるらしいですね。お、これはアニメーションも変わるらしいね。アニメーションっていうのは、これどれ？アリーナオブチャンピオン。あ、これスキンか。なんだろうな、アニメーション変わんの。わかんねえな。レーザー。これも頭欲しいですね。今までと違う感じの金っていうのは欲しくなるね。あ、これもコレクターズキャッシュ入ってたやつですね。イリダンさんのコスプレですね。チーズ。これも欲しかったんだよね。これも欲しいのいっぱいあるな。これはね、あの、これがいいんですよ。この変身のやつがね、一番かっこいい、今まで。シャーマンキングっぽさがあるね。阿弥陀丸が超変身した感じ。バンブルビー。ね、この辺になると、あ、そういえばあったなっていうね。これかなりいいと思うんだよね。ブラックマジシャンズガールみたいな感じで。超好きなんだけど、あんまり高くないっていう。これはジンですね。ちょっと見ていくか。なんか欲しかったやつですね。ドーン。なんかどっかの国で魔法のランプを売ります。1000万ぐらいで売って。あとで詐欺だ。実は容疑者が化けてただけだって気づいたのあったな。いいですね、かなり。この辺からかなり凝ってきますね。これ何、なんかね、めっちゃ既視感あると思ったんだけど、ゼノギアスの井戸だ。井戸のやつが力が欲しいかってやつがこんな顔してたわ、確か。名前出てこないけど、あ、井戸か。この辺から、でもここまでがセットで、で、こっから単品のイモータルのスキンになります。こっからもう全部変わります。全部見ていこうか、せっかくだから。ヒゲモンをレベルマックスして、マックスって26ってどういうことだって思うんだろうけど、昔は25までやったやん、まあ、いけたんですね。今レベル30まであるんで、ね、その分ですね。アルティメイトが変わります。ダネリングのないアイコンも変わるし、ここに出るのも脳みそが出てきますね。長いね、レベル30のピンズグリップは強い。こんな感じで変わりますね。アルティメイトだけかな、変わるのは。これはグリムストロークですね。グリム君はアルティメイトが変わります。ここに出ますね。上げられた方に出るんだね。
投げられた方に出ますね。あ、ドラゴン回ってるやん。ドラゴン回ってることになんか意味あんのかな。ドラゴン回ってるとなんかバフついてそうな感じもするけどね。これは確かセカンドかな。セカンド打つと顔が残るっていう、どっかの部族のやつですね。顔が残ります。でっていう、でっていう。3200円ですね。おみさんはデジャンオーラかな。これね、実はいいです。いきますよ。お、3番のオーラに入るとめっちゃ上がりやすくなる。こうやって鎖が出るんですよね。どんくらいかな。2番とか1番は多分他の装備してるやつのやつだと思う。地味だけど、地味だけどいいですね。まあ、昔からオムニア人気ないです。さあ高い、さあ高い肩ですね。なんで高いかっていうと、アルカナと連動してるんですよね。わかります？アルカナの、ちょっとこれ頭は違うんだけど、イモタレじゃないんだけど、アルカナ装備と合うようになってるんですね。これセットアップコーデですわ。汚い、ほんとバルビ汚い。まあ、エターナルエンビー装備とイモータルと合わせてますね。まあ頭はちょっと違うんですけど。だから高いんですね、これ。ファントムランサーさん。これもね、ちょっとさっき試したんですけど、ね、かっこよかったです。セカンドパーかかります。んー、シュパッ！でもどこに出てる、どこに出ていくかわかりやすいよな、これ。どこかって。ちょっと視認強くなるかもしれない。ね。これもね、欲しいんですよ。高い理由はね、見てもらえばわかります。いきますよ。で、こう、下なんですよね。そうですよね。手は、ナルト。1番も変わってんのかな、一応。違うか。これは違うな。手を持ってるんですよね。バトル変わります。僕のヒーローアカデミアにいるよね。カエルちゃんみたいな。これも欲しいな。シャドウシャマン好きだからね。アンダイングさんはセカンドだったかな。ここが分かります。多分セカンドやと思う。ファーストじゃないよね、これ。多分セカンドだと思う。アルトネットでもないと思うんだ。ここまでがイモータルの単品ですね。ティア3ですね。このティア3とかを10個集めると、ランダムなティア4になります。ティア4の一番人気、3万円、スナイパーですね。まあ、一番人気分かるよね。こいつはスキルがね、2つ変わります、なんと。1番はこの雨。宇宙から降り注ぐ。エネルギー弾が降り注いでんだよね。あ、通常攻撃も変わる。あ、これは、これめちゃ、これ欲しいですよね。3枚いけるから。そしてもちろんアルティメイトも、ビューン。エネルギー弾ですね。ビューン。でも弾出てるね、これ。量弾ですね。エネルギー弾じゃないですね。エネルギー弾か。いや、そう見えるだけか。キューン。かっこいいな。キューン。かっこよすぎる。かっこよすぎる、これ。超欲しい。でも高い。さあ、どこまで下がるか、どこまで上がるかですね。見物ですね。ジャガーノート。ジャガーノート君もういらないでしょ。ジャガーノート君ね、何も変わらないんですよね。何が変わるんだろう。何も変わんないよね、これ。あ、セカンドが変わるのかな。セカンド変わるね。どうだろうね。アシュラマンが、首だけアシュラマンがいるけど。まあ、あんまりですね。スラーク君。スラーク君もね、あんまりですね。スラーク君変わるのはアルティメイトね。かっこいいよね、これ。これはかっこいいと思うわ。サメが回ってんの。そんなもんすね。サメさんが変わります。アルティメイトはかっこいいです。スラーク自体があんまね、派手じゃないからね。ナップファイヤー、カエル君ですね。特にね、他のスキルは変わってないです。ガードが変わってます。ダダダダダ、かっこいい。ダダダダダ、かなり派手やね。でもこれメインウェポンにしないからな、基本的に。っていう感じですかね、装備に関しては。まあこういうエフェクトですね。足元に出る。1年間だけです、これも。TI と同じで。かなり派手ですね。なんぼするんやろな。結構高く売れるんじゃないかな。どうだろう。
で、まあその試合が終わるとこの箱ももらえるんだけど、箱以外にも、まあ、クーリエのエフェクトとかヒーローのエフェクトとか出るんでね、なんかお化けみたいになるエフェクトとかがあって、そういうのが出てきます。あとボイスラインとか、ちょっと読むか。ボイスラインとか、まあ、エフェクトとか、クーリエで、パンプキンヘッド、頭にあのカボチャの頭ですね、とか、アナウンスも出るんか。キルストリーク、ハイファイブの特殊なやつ。ミステリーアイテム、なんか変なアイテムだね。なんかランダムでもらえるんだろうね。昔のダイヤタイド箱とかももらえるんかな、確か。でカーソル、エモーションとかね、エフェクト。この辺は最後にまた出します。というのがもらえるわけですよ。で、これか。トレードアップ。ここに持ってたら出てくるんですね。これ10個入れて合体させると、このレベルになる。で、最高4までかな。ここからもれるんだよね。だからこれバルブはもう言っちゃってんだよね。あと1個足りない。じゃあ安いの買いましょうっていう。マーケットでね、稼ぐ手段ですね。経済学者雇ったとか言ってたからな、前。という風な仕様になっております。ダイヤタイドのゲームを見るか、そしたら。昨日はね、ちょっと、マルスマンとサンさんとやったんですけど。これでいいか。この背景いいよね。このボーダーランズチックな。アンダーローズもこれかな。この感じ。これ常にやれって言われたらちょっと目がってなるけどね。違うゲームやんってなる。最初こう、レーンはね、2つです。2箇所。こっちとこっち。ここに最初はアメちゃん40個入ってます。アメちゃん守るガーディアンですね。ガーディアン。こいつ通常攻撃に、ビアーがついてます。で、ローシャンは2分まで出てこないのかな。これがそのバスケットに入ってるアメちゃんの数ね。最初40個40個入ってます。まあみんなこうやってレーンで、ね、出て戦うんですね。これクリープ倒してもお金とか入んないです。多分。みんな均等に割り振る。ヒーロー・オブ・ザ・ストームシステムだと思う。ただ、こいつらが死ぬと、アメちゃん落とすんですね。だからアメちゃん拾うには、レーンにないとダメっていうこと。で、あと、レーンを押すと、ここの井戸、タワーの代わりのものを壊せるんですよね。で、このタワーを壊さないと、このアメちゃんにはアクセスできないんです、敵の基地の。これは叩くと、アメちゃん落とすんですよね。だから、盗むことができるんですけど、盗むためには、ここの、どっちか折らないとね、ダメです。バックドア、普通のドタと一緒やね、そこは。でここでキル取ってもお金入るのかな。アメちゃん持つとね、HP が減ります。4% 減っていきます。アメちゃんはなんかこの辺にアイコンがあって、こう渡すことができます。敵にも味方にも渡すことができます。確か。昔は、だから敵に渡して HP クス減らしてダゴンで殺すとかいう、そういうテクニックもありました。また今回もあるんじゃないかな。で結構ね、硬いです。このゴーレムもそうやし、このタワーもそうなんやけど、リジェネがすごいんだよね。で、一回攻撃されないとすぐ回復するんで、まあ相当うまいこと、一人だけで押すっていうのは難しいね。みんなで行ったらなんとかなる。こうやって帰ってきて入れないかなっていうのを忘れてますね。入れるとね、43個っていうのね。ここの8っていうのが、まああの、カゴの中に入ってない。でも、持ってる数やね。これが今入れに行くかな。見てた出ないかな。やって、入れてくれないかな。入れてくれないですね。入れてくれるかな。入れてくれないね。ダラダラと過ごすわけです。でもう2分だから多分ローちゃんが動き出すはず。出てくるかな？来ないかな？来ましたね。出ましたね。で、ここにルーンが湧きます。1分ごとに湧くんかな？ここから。で、2個って出てるやん。スナイパー。スナイパーに2個ねだりに行ってる。スナイパー30個持ってますね。こうやって入れるんですね。ちょっと増えていくと。これが入ってる分。これが入ってる、持ってるけど入ってない分ですね。アメちゃん食べたら次はシャドウシャーマン。シャドウシャーマンこっちですね。
マルスマンに向かって飴くれって、マルスマン飴ないんですよね。これ飴渡さない限り殴られるんです。あ、これ渡しましたね。で一生追ってくるんですよ。で飴渡せずに殺されちゃうと、なんかローシャンの呪いっていうのが入って、ずっとドットダメージが入ってきます。そのドットダメージで死ぬことはないんだけど、結構痛い。中段戦でそれなると結構致命傷だったりする。数はね、わかんないんだよね。5個。あ、HP 減ってるね。651。これ捨てるでしょ？ HP 増えていくんだよね。だからいっぱい持ってると死にやすくなる。だから押し引きがね、結構難しい。大変。大事。何もない時に死んでもあんまり痛くないかな。お金は減るのかな。お金は増えたりしたんですが。まあ、だからその、普通のゲームだったらサポートってお金入らないんやけど、このゲームはサポートにもお金がしっかり入るから、サポートも結構強い。アンダイングさん、これ完全スキルフリーミスってんですけど、2、3上げって言われてるんですけど、全然やってないですね。あった。守りますね、頑張って。あと、このゲーム、1回、ラウンド後、ラウンド6分後に、このアメちゃんを、このバスケット、ホームバスケットの中に一番入れてた方が勝つんだけど、なんて言ったっけ、あれ、あ、そう、スキルはね、リセットされます。クールダウンはね、6分後で25分。ほら HP 勝つでしょ。ストームくんはアルティメイトで帰れるから結構安全に回収できるんだよね。飛ばすか。序盤死んでもね、あんまり痛くないのね。後半は死ぬとね、一気にこの辺おられて、これ殴られて、アメちゃん落とされて終わるんだけど。アメちゃん拾わずにね、落としとくだけでも、入ってないとダメだから。結構強い作戦なんだけど。これね、これ完全負けですね、もう。あ、殴られてるね。殴られて落ちるんですよ、ほら。どんどん落ちてく。やめてください。やめてください。やめてー。トップでもなんかやってますね、しょうもない戦いを。レーンで飴を回収するのも大事だし、守るのも大事だし、でずっと居座ってたら死んじゃうから入れに行くのも大事。もう HP100 しかないやん。だからね、ゼウスも結構強いの。なんか飴ちゃんめっちゃ持ってるやつに対して、ゼウスのある程度一発打ったら死ぬから。そういう作戦もある。飴ちゃんを敵に渡して、ゼウスで殺すとかいうね、そういうのもありますね。あ、もう5秒しかないやん、負けやねってなってるね。最後の試合がね、結構面白かった、ね。あ、ここ、忘れた。ここもね、2分に1回ぐらい開くのかな。これ、ラウンド4やから、ここ壊すと、カカシが湧いてるんだけど、ティア4のアイテムと、アメちゃん10個落とすんだな。ラウンド3なら、ティア3のアイテムが落ちるはず。ランダムで落ちる。ジャングルアイテムがね。ここで、ワードで壊すこと成功してますね。おじゃんが攻めてきた。となるともうここは殴れるようになるんですね。レーンの押し引き強い。スレンが強い。ここで死んでも結局解消されるから、攻めりゃいいってもんじゃないんだよね。泥棒してるけど、あ、めっちゃ減ってる減ってる。泥棒してるけど死んじゃうんだよね。死ぬから元に戻されちゃうんだよね、結局。全部落ちても結局元通りですわ。でも相手攻めてこれないんだよね、逆に言うたら。あー、負けてるー、負けちゃうよー。これ落ちると思うんだよ。ほら、読むと、で10個ですね。インビジ狙ってますね。アメちゃんくれ、アメちゃんあげると食べる。あ、いったいったいった、行きました。バックだ。これ超くだらないゲーミング始まりました。見てくださいこれもうバックドア対決ですよ。集めて集めて、で帰ってくるっていう。ここは殴られてない。戦ってる戦ってる。攻められる攻められる。攻めてきてる攻めてきてる。ほらめっちゃウィンドレンジャーもね、汚いやつある程度でボン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 落とせるんで、ウィンドレンジャーを止めろ、ウィンドレンジャーを止めろ。あ、ローシャンがいい仕事してるわこれ。勝ちーっていうね。
終わってるけど、これインゲームではリプレイで終わってないんだな。なんか最後にタワーを折っといてバックドアして終わるっていう、しょうもないゲーミングが繰り広げられてたんだけど、それじゃいかんだろうって。シャドウシャーマンのアルティメイトとか置いて終わらせるっていうクソゲーがあったんだけど、そのせいで、ノンヒーローユニットからのカゴへのダメージは 25% に減らされましたね。ただウィンドレンジャーがまだいるんで、なんとも言えない。そういうゲームです。で、終わると、多分ね、これ勝っても、もらえるのは50ももらえないはず。ただ、半立てすると18分で終わるんで、普通上のやつよりも効率はいいのかな、もらえる量は。出ないか、あれは。通常のマッチでも一応ポイントはもらえます。のポイント出てこないかな。来ないな。で、まあ運が良かったら、このトレジャーのね、トレジャーが出てくると。トレジャーはね、もう出たら今売っていいと思う。小銭稼いでいいと思う。お金持ちが買ってくれるんでね。12月まであるから、あ、下がると思うんだけどね、箱の値段っていうのは。いつも通りやったらね。どうだろうな。まあまあ、僕は売るのをおすすめしますね。で、売って鍵を買って、で、安くなってから買うと。もう今回さ、この箱さ、期限なくない？鍵に期限あんのかな？ちょっと僕263円しかないから鍵買えないんですよね、今。鍵買えたらいいんですけど、買えるかな？買えないですね。263.64 円しかないんで、試したいんですけど、買えないです。またちょっと後で課金するかなんか売ってゲットしていきます。ぐらいですかね。じゃあこの後ね、ちょっとブラウザで見てみましょう。それでは。これがブラウザですね。テーザーサイトですね。ダイヤタイドの。殺すとトレーラー見れます。In the woods, it awakens. あいつけ森で起き上がる。ちょっと読めないです。グリビルの足跡なんかな。おしゃにアメちゃんあげると喜ぶよって書いてあるね。Return to us our dire tide. Give dire tide. Special event. Take part in the forty build. Collector Tappy. Tappy を集めましょうってことですね。アメちゃん。アメちゃんをしまいましょう。アメちゃんをあげましょう。ミチビインボがですね。リワード、モーストスイート。リワードは美味しいね。あ、これ、もう一個なんか新しいトレジャーあったのかな？ダイヤタイドクーゲー。で、グローバルスロットにあるダイヤトゼド、シェーダーエフェクトね。インバーバンドル。クーゲーやね。シーズナルだから、まあ、シーズン終わったら消えちゃうやつやね。黄色いやつやね、例の多分。で、クーリエにもね、エフェクトがつくのかな。パンプキンヘッド。これは残るんかな。メガキルアナウンス。ハロウィンアナウンス。サウンドエフェクト。ザトイレのやつですね、多分。で、キルストリークで、こんなエフェクト。上のね、つくと。で、ハイファイブ。ゾンビの手。だって取れちゃうよ。ミステリーアイテム。箱だけじゃな。この顔、この顔あれやん。この顔あれやん。ミームのやつやん。よく見たら。いろいろもらえると。ランダムセットとか、ね、がもらえますと。で、カーソルパック。アメちゃんなのかな？で、トレジャーですね。箱が落ちます。この箱は鍵がないと開きません。265円払いましょう。で、なんと、ダブルダウンのトークンがもらえます。浮きエモーション。プレイ。デスエフェクト。死んだらコウモリがバーって飛んでくやつですね。吸血鬼がね、また今度な、つって逃げてくやつですね。ね、これはトレジャーの中身ですね。これ多分このトレジャーの中身なのかな？プライズトランク。ダイヤタイドの。これはエフェクトですね。これ体のエフェクトです。これ箱ね。あ、この箱から出てくるんですね。この箱から出てくるんだ。何から出てくるか書いてるやん。これインゲームで見れねえんだよな。見れんのかな？
どれじゃ見た。どこにしたら見れるかな。あ、見れるわ。後で見ます。この箱から出てきますね。ハイファイブカーソルパック。これがね、なんかそのこんな感じになる。スキンそのままでこんな感じのなんかこう幽霊チックな色になるやつがある。これはキルストリークのやつですね。あ、この左下のアイコンのところにも出るんですね。これがデスエフェクト。これパンプキンヘッドですね。で、クーリエフェクト、クーリエ、ワード。これボイスラインかな？これもそうだね。さっきの。見た目がゴーストチックになるですね。で、メガキルアナウンス。これもエフェクトだね。これもエフェクトだね。これスキンなんかな？多分エフェクトだと思うんだよね、全部。クレイですね。これタイドハンターこんな感じだったね。スキン持ってスキンついてこんな感じになってた。さっき見たけど、オレント君、あーかわいいなこれ。エンチャントレス全員分じゃないと思うんだよね。あ、この辺からスキンになるね。カラススキンですね。もうこれ沈められた、この人の元ネタがそうだからね。もう悪いやつが沈められて、湖の中沈められて、で、もう、幽霊、リッチキング、リッチキングじゃないや、なんかになって帰ってくるんですね。うさ。こっちの方がいいな、ナイトストーカーは。インバーソー。弱そう。イサクしか切れねえよ。レースキングいいですね。プッジ。処刑人プッジ。ネイチャーのトレンドかな。これ、これええな。Deal with it。 絵文字庫あんま使い道ないんだよな。 Steam で使えるんかな今。プレイ、うー、はい。満月は嬉しいね。あ、かわいいなこのローちゃん、いいね。めっちゃ美味しい。みゃお、うん、チャットいるやねこれ多分。Like stealing、 あ、キャンディードロですね。これいい、これ欲しいな。ちょっとなんか聞いてねえけど。これエフェクトかな、体に出る。インゲームで見れました。やりました。やりました。この箱ですね。見ていきましょう。もうせっかくなんで。あ、これ、アルカナと併用できるな。かっこいいな。かっこいいか。合ってない気がするな。無理やり鋼の鎧を打ち付けられた人々合ってる。これパーツごとになってんのか。あ、パーツごとか。あ、一括で見れないのか。どうすか。顔を変えてもいいの。手が出そうじゃなくなるのか。まあ手変えてもいいかもね。こっちの方がいかついから。これバンドルでは見せてくれないんですか。バラでくれるのか。見なくてインゲームで、インゲームプレビューいらねえや。あれ？あ、変わっちゃったんだけど。リッチ。キルとか変わらないね、この感じ。だね、変わらないね。みんな変わらないです。はい、か。ぶ、あ、コウモリやね、これ。コウモリやね、ぶっさ。こんな豚はやめてくれ。これ、ライカンフォームですね。ライカンフォームも豚なの？あ、ライカンフォームも、ライカンフォーム完璧コウモリやんけ、これ。ダサい。ダサい。これはダサい。ダサいでござる。これも同居っぽくてダサいな。CK はかっこよくあってほしい。いい気もある。
フッジ。変わるんかな。くるくる回る。こんなんじゃ何もつかめないよ。ということで、ダイヤ街道ガバガバ解説でした。それでは。こんなもんだよな。また来年会いましょう。さようなら。